WWS チャンネルをご覧の皆さんこんにちは鈴木愛理です <laughs> はい、えっと、今回は「卒業」がテーマの、えっと、イベントということで本当にさまざまなあのジャンルのアーティストの方々が出演されているあのお祭りだったので私の楽曲も多分初めて聞く方もたくさんいただろうなと思う中ですごく楽しく歌わせていただきました。ありがとううごございましたそそででですすねでもなんか卒業って昔すごく苦手でなんかその もう絶対に泣くみたいなそういうイメージとかと別れとかそういうイメージがあったんですけどでも卒業してからの方が友人だったりとかこう先生方だったりとかそういう学校の場合はそういうつながりがあった方々との絆がより深まるんだなっていうことが大人になってきてちょっとずつ分かってきているので。 まあできるだけもう多分大人になると卒業することがなかなか減ってくると思うんですけど学生の頃のあの時の気持ちは大事にしたいなとは思います。 えー、きっと卒業式が終わって、えー、泣きすぎて目がパンパンになったりとか <laughs> ふぬけの殻になったりとかそういう人もたくさんいると思うんですけどもあの次の新生活が始まるまでのこの春休みの期間は多分唯一自分としっかりと向き合える貴重な時間かなと思うので、えー、自分の好きなことや、えー、自分の苦手なことにもこうちゃんと向き合って改めて自分を見直しながらまた新生活も笑顔で頑張ってください。イイエーイ